でもこれ1週間に1、2、3、4、5、これ1週間その前があるから多分1週間にこの日買った時出なかったよね、23だけで、その前の21も出てるから、で、ここに緩いと緩いって書いてあるんだよね。あ、そうです。で、何にも書いてないと普通の、これもね、うんとさ、普通の時は N にしてノーマルの、ちょっと柔らかい時は何分の S にして、でもう形がないような時は D、ダイエリアの、この省略形でいきましょう。はい、そうそう、ありがたいです。はい、食べることは何なんだろう、ここはバツバツ。大きい。置いたのは食べてない、あんまり。あ、食べてます。置いたのを食べてる感じ。あ、これ置いたのも食べたの。揚げたのは全然食べないんですけど、置いとくと朝にはなくなってたりとか、朝変えて夕方にはコーパーブレンドっていうペルコ5個ね。なるほど、置いてあるやつを食べてるのね。置いてるやつは食べてます。なるほど、これ柔らかくしてる。柔らかくします。ふやかしたやつ。じゃあゼロから、まあ、うんちも N から S と C も1回になる。インチとかあるのかな。こんな感じ。50から8ですね。で、肉パンダってしたんですね。しました。翻訳はどこに書いてある。翻訳はここに。あ、これね。はい、あ、じゃあ大体やってる。大体毎日ぐらいで。温浴とあの温めるのをセットにして、はい、してますよね。してます。はい、わかりました。はい、じゃあちょっと。もうちょっと。ワンチーム蓋開けてこちらね、顔にちょっとだけ置く。こちら。もう口開けるの。ですね、この子ね、なかなかあんまり無理になるとね。はい、はい、じゃあちょっと光線照射よろしい。100の1分で終わったら吸入酸素だからね。そうか、なかなか口開けてくれない。薬もずっとつけたまま1分ぐらい動かないとか。え、でも浸透してかない。浸透はずっと、もうずっとここに今1滴ある。はい、なんでずっと待ってるんですけど。うん、あ、開いた今、はい、開いた。ちょっとピンクっぽくなってきてるような気がするんですが。そんな気はします。ねえ、もっと白かったですよね。確か割と白いピンクだったんですけど、結構まるちゃんの方が赤くなりました。あ、そうなんだ。リリーちゃんは、リリーちゃんのちょっとご飯食べた後とかだと割とピンク色かなって感じなんですけど、どちらにしてもね、この間は体重減ってるけどさ、この子の年齢6歳、もう今年で7歳なわけだから、それが44からさ、46、49、47と、そこから比べて増えてるのはすごいよね。で、うんちもここにかかる前にどれぐらいのペースで出てられちゃう。そんなにしかに2回とか、2回とかだった。ご飯が1、2回だったんで。あ、そっかそっか。そうですね。ご飯が少なかったんだよね。だから反対に言うとさ、週に、まあ、これ食べない日もあったとしても、週にこれ6日で4回食べてたらすごいですよね。それ前のこと。そうなんですよ。そんなに食べると思うの。週に1回だったら。いや、毎日食べるんですよ、子供たちじゃなくて。結構。はい、じゃあこの子ね、はい、牛乳。